今回はフルーチェを作りながらそのゲル化原理について解説しますフルーチェムースの作り方なども合わせてご紹介しますフルーチェは1976年にハウス食品さんから発売されました以来年齢性別に関係なく多くの人の支持を得て現在も続くロングセラー商品となります 日本人におなじみのデザートと言っても過言ではないと思いますフルーチェはフルーツとイタリア語で甘いもののことを指すドルチェという単語を組み合わせて作られた名前なんですでは作っていきましょうまずはフルーチェの入った袋を切ってボウルに入れます果肉が入っているところがフルーチェのいいところだと思います 冷蔵庫で冷やした牛乳を入れて混ぜますちなみにフルーチェの方は冷やさないでくださいそして使用する牛乳は種類別牛乳と表記されたものを必ず使ってください乳飲料や加工乳、豆乳だと固まりません牛乳を入れて混ぜてもすぐには固まらないので失敗したと思わず混ぜ続けてください スプーンなどで大きく混ぜるのがコツですだんだん粘性が出てゲル化してきますフルーチェは一袋で4人分ですでも好きな人は一人で全部食べてしまいますね中には一袋が一人分だと思い込んでいる方もおられるようです実は 100円ショップで売られているフルーツは2人もしくは3人向けのものなんですさらに最近では1人分のものも販売されています作っているのはイチゴですが他にもメロンやピーチパインやマンゴーなどがありますかつてはキウイフルーツやブドウなどがありましたそして一番人気の味はイチゴです フルーチェの中で圧倒的な人気を誇っているそうです。こんな感じになれば完成です。ゲル化が不十分だと感じたときは、冷蔵庫で1、2時間程度冷やしてみてください。さて、フルーチェはなぜ牛乳を加えると固まるのでしょうか。その秘密は、 フルーチェに含まれるペク,チンにありますペクチンは植物の細胞壁などに含まれておりこのような構造をした多糖類の一種です。多糖類とは糖がたくさんつながってできた高分子のことです。そして果物の皮に多く含まれています。 ペクチンはそのままでも食品に粘性やとろみを加えることができます。果物と砂糖を煮詰めて作るジャムがそうですね。しかし、ペクチンに牛乳を加えると、図のように牛乳に含まれるカルシウムイオンがペクチンのカルボン酸をはしかけします。はしかけによってペクチンの網目構造ができ、ゲル化します。 フルーチが固まるのはこのためだったんですね。乳飲料や加工乳、豆乳だと固まらないのはカルシウムが少ない、もしくは含まれていないためなんです。カルシウムのような2価の金属イオンでゲル化するのは豆腐や人工イクラも同じです。使っている材料が違うだけでゲル化の原理は同じなんですね。ちなみに フルージェに使われているペクチンは果物などから抽出生成された純度の高いものなのでペクチンを多く含むリンゴなどの果物を潰して牛乳と混ぜてもゲル化はしないので注意してくださいジャムなどに使える生成されたペクチンが販売されているのでそちらを使うことをお勧めしますちなみにペクチンには 酸や糖を加えることでゲル化するタイプも存在しますどのペクチンも元は同じなんですが食品用ペクチンを作る時の処理方法によって複数の種類がありますまたペクチンは食物繊維でもあり消化はよくありませんここからはちょっとしたフルーチェのアレンジメニューをご紹介しますまずはシャーベットです これはとても簡単です。作ったフルーチェを冷凍庫で12時間冷やすだけですこのくらいだと一部だけが凍結するためフルーチェの柔らかい食感とシャーベットのサクサクした食感の両方を楽しめます見た目は普通のフルーチェと変わりません3時間以上冷やして全体を凍らせるのもありだと思います 暑い夏におすすめです続いてフルーチェムースです公式サイトでは生クリームを使ったレシピが紹介されていますがここではホイップクリームを使ってみますガラスの容器などにホイップクリームとフルーチェを同じ量加えて混ぜます量は目分量で大体で問題ありませんクリームの量は 好みで変えてみてくださいフルーチェを作る時に加える牛乳の量を変えるレシピもあります均一になるまで混ぜたらそのまま冷蔵庫で2時間冷やしますこれで完成ですフルーチェがよりクリーミーで滑らかになりますちなみにホイップクリームは増粘剤などが入っているため 形が崩れにくく生クリームよりも安価ですそして生クリームよりも長く保存できます1ヶ月程度は持ちますが開封後はできる限り早めに使った方がいいですね生クリームとホイップクリームの違いを簡単に説明すると動物性脂肪に植物性脂肪を加えたものもしくは植物性脂肪のみでできたものが ホイップクリームですとても簡単にできるアレンジなのでフルーチェを作る時に是非試してみてくださいはいということで今回はフルーチェ作りとそのゲル化原理について解説しましたフルーチェはペクチンの性質をうまく利用したデザートだということがお分かりいただけたでしょうかゲル化の仕組みやペクチンの特徴を考えながら作ると より楽しめるかもしれませんこのチャンネルでは一人でも多くの方にゲルや科学の楽しさを伝えたいという思いで動画を投稿していますもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いしますここまでご視聴いただきありがとうございました